グルリンゴグルリンゴ及び車山本町 A バスは宮城県渡り郡山本町が運営する公営のバスでコミュニティバスの一種である。運行形態は自家用自動車による有償運送である。現在は運行を山本町配達連絡協議会に委託している。山本町 A バスの運転エリアは山本町全域と渡り町南部の一部である。名称はグルリンゴ。 主に山本町内の国立病院機構宮城病院への通院や地元の小学生の通学などに利用されている。2017年4月1日現在、すべてのバス路線は山本町役場を中心として運転されており、山本町役場で路線同士の乗り換えが可能である。また町内に設置されている JR 常磐線の2つの 駅と渡り町内の常磐線浜吉田駅で列車と接続している。また、一部路線で隣接する渡り町内を通過する。なお、全便で日曜日宿日は運休となる。町が所有する中型バス2台によって運行されており、ラベンダー色を基調とした車体には大きく、グルリン、ゴーと表記されている。また、稀に車両の整備などの都合によって、 町所有のマイクロバスによって運行される場合もある。普通運賃は乗車区間にかかわらず一乗車大人200円、小中学生100円、未就学時無料であり、乗車時か下車時に運転席脇に設けられている運賃箱に規定運賃を投入する。また、乗車11回分の回数券が大人2000円で発売されているほか、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月の 各定期乗車券も発売されている。定期乗車券は山本町役場と坂本支所で購入が可能である。また前述の路線同士を乗り継ぐ場合、乗務員に申し出れば無料で乗り継ぎ券の発券を受けられた。乗り継ぎ券を所持している場合乗り継いだ先のバス料金は必要なかった。2009年4月1日より土曜日の運賃が無料化され、その他の曜日では 万75歳以上の運賃が100円に値下げされた。なお、東日本大震災後は減免措置により、運賃が無料となっていたが、2017年4月1日より、有料化されている。使用状況は決してかんばしいものとは言えないが、ほとんどの乗民が、その独特のカラーリングの効果などもあり、グルリン号を認知している。1999年にはグルリン号をメインテー ありがとうございます。